はい、皆さんこんにちは、村田です。今回は iPhone ケースをレビューしていきます。でもね、そんじょそこらにあるような iPhone ケースではありません。それがこちらです。グラマスから出ているシュランケンカーフレザーっていう iPhone ケースなんですね。これね、皆さんびっくりすると思うんですけど、これお値段1万8000円とかしてしまいます。してしまいますっていう言い方しましたけど、でもね、これじっくり見ていくと納得するレベルなんですね。そんなに iPhone ケースにお金かけられないよっていう人多分多いと思います。わかります、僕もそうですから。ただこれね、中身を見ていくと、このクオリティの高さでこの値段、まあ納得だなということです。まあその辺を含めてレビューしていきます。それではいきましょう、イントロ。はい、それではレビューしていきます。このね、グラマスのシュランケンカーフっていうのは、皆さんグラマスって聞くと聞き覚えがある人も多いと思うんですけど、昔からね、 iPhone ケースの中でも高級レザーケースのブランドとして結構有名なメーカーさんなんですね。今回ね、紹介するこのシュランケンカーフに関しては、僕ね、 iPhone 12 Pro 用ということで今回揃えたんですけども、このお値段が 1万8000 円です。iPhone 12 mini、 ちょっとね、12 Pro よりも小さいサイズのものは 17,000 円、そして12 Pro Max、 もっと大きいものですね、これに関しても 19,000 円ということで、ちょっとね、手がもう出しづらいかなっていうようなとこなんですけども、このね、素材がもう全然違います。グラマスのシュランケンカーフの素材なんですけれども、これね、ドイツのペリンガー社っていうところの、シュランケンカーフっていうレーザーが使われてるんですね。これどういうものかっていうと、生後6ヶ月以内の子牛の柔らかいレーザーを使っているということで、それをつなぎ目のない1枚の革として使っていて、非常に贅沢な一品になっているんですね。で、なんか聞くところによると、海外の結構ハイブランドなバッグの素材としても使われているもの、まあ、同じものが使われているそうで、まあそれはそれだけ高級なんだろうなっていうのは納得ですね。で、もちろんね、この手帳型ケースということで、まあ、グラマスが長年培ってきた技術もこの中にギュッと詰まっていて、もう非常に使いやすいので、そのあたりも含めてレビューしていけたらなと思います。はめ方なんですけども、これね、ここにベロがついてるんですね。なので、上の方から iPhone を入れていくという形になります。ちょっと前のモデルまでは、この横からね、このスライドさせる形で iPhone を入れてたんですけども、それだと、ちょっとずつね、ずれてきてしまうっていうのがあって、僕ちょっと使いにくいかなと正直思ってたんですけども、このね、上からこう入れるタイプにすることによって、この横のずれっていうのがなくなって、非常に使いやすくなったなっていうのは一個ポイントですね。じゃあ実際にはめていきます。この上からこんな感じ。もうスルスルーっと。こんな感じで入れていって、こうね、カメラのところもギュッという感じですね。で、この横の部分、下までギュッと詰めて、で、最後このベロの部分ですね。このベロの部分を端末とケースの間にちゃんとしっかりこう締まってあげる。ギュッギュッギュッと締まってあげる。そうすると、はい、完成です。いいですね。やっぱりこの一体感。この包まれてる感がすごくいいですね。やっぱりね、一番はこの握った時の肌触りというか、このシュランケンカーフのこの自然なシワ、この脂肪加工によってすごくね、柔らかい風合いとか肌触りのいい感触っていうのがもう抜群ですね。もう本当に触った時にね、あ、柔らかっていう感じなんですよ。もうね、すごく優しいというか、指先に伝わるこのなんかぬくもりみたいなものを感じて、非常にね、そんじょそこらのケースとはもう別格ですね、これは。あとはね、この発色の良さっていうのも非常に魅力で、今回ね、カラバリいくつかあるんですけども、やっぱりね、色味がすごく上品で綺麗っていうのがやっぱあります。原色系の発色の良さっていうのは、まあ確かにね、そういった感じとはまた全然違くて、もうこの落ち着いた大人の色合いというか、トーンを落としたこのね、風合いとかっていうのも非常にいいですね。で、この脂肪加工っていうのが、このね、まあシワシワシワっていう感じになってる
のがこのね、あのレザーをこう縮ませるシュリンク加工っていうことをされてるらしいですね。ちょっとね、あのまあそういった技術も詰め込まれてて、まあこういう見た目の演出をしてるっていうところですね。このシュリンク加工をすることによって、まあ革製品特有の傷だとかシワだとかそういったものを目立たせないように工夫がされているそうです。確かにね、このシュリンク加工にすることによってね、あのこのデザインがね、もうそもそもシュリンクされているので、非常に、うん、見た目にもね、全然あのいいんじゃないかなと思います。グラマスの G っていうマークがついてますね。それ以外はもう全く何もついてないようなシンプルなデザインになっています。続いてカラーバリエーションなんですけれども、今回ね僕がつけていてレビューしていたこれがレッドですね。そしてはい、こちらが明るいブルーですね。ベイビーブルーっていうらしいですね。そしてこの辺が定番かな、ネイビーとブラック、まあ、この辺は男性人気が高いでしょうね。やっぱりねスーツにもビシッと決まりますし、まあ、最近スーツ着ないよっていう人でもプライベートでもね男性にはマッチする、うん、デザインじゃないかなと思います。やっぱもう僕はベーシックにこのブラックとかがねやっぱ一番好きかなと思いますね。まあ男性以外にも、まあ、女性的なところで言うとこの辺いいんじゃないかなと。高級ブランドのバッグに使われてそうなね、こういう発色にいい色味、あのトーンダウンしたような落ち着きのある感じ、高級感ありますよね。この辺いいんじゃないかな。あとねこの辺このベイビーブルーもね鮮やかで、うん、僕も結構鮮やかな感じなの好きなんですけど、これ人選ばないで、いいんじゃないかなと思います。はい、ということで全5色がラインナップされています。そしてやっぱり特徴なのがこのグラマスの手帳型ケースといえばこの一枚革で作られているってとこですね。もうこの真ん中のところつなぎ目もないですし、もうねこの一枚の革からもうこの中にもう凝縮して革が詰め込まれていて、あとそのステッチの部分とかっていうのも非常に丁寧に作られてますね。まあ、多分これね使っていくうちにもほつれにくくて長持ちしやすいんじゃないかなと思いますね。あとはやっぱこのスクエア型の形状ですね。これかっこいいですよね、やっぱね。もちろんねステッチの部分ももちろん綺麗ですし、あとねこの角っこのねこの加工方法、ここがね結構巧みってるなっていうのがあって、これ、ね、実はね菊寄せっていう技術が使われていて、この角っこに素材がギューッと寄ってくるとどうしてもここが厚みが出てくるんですね。でもその厚みを出さないようにこのね菊寄せっていう技術が使われていて、こう見たら分かる通りこのコーナー部分に素材がギューッと寄ってきてるにもかかわらず、この厚みを出さないように作られていると。ここがね普通だったら気づかないポイントなんですけど、まあ、僕こういうとこ結構目いっちゃうので、あここも丁寧に作られてるなーっていうのはね感じますね。こう持った時にね、iPhone ケースというかなんかちょっとしたねカバン、高級カバン持ってるような感覚というか、このスクエア型のねスタイリッシュさも僕は好きですね。使い勝手なんですけれども、これ開けるとカードポケットはねここの1枚とここにフリースペースが設けられてます。よく使うね IC カードだとかクレジットカード、まあ僕の場合はねまあスイカとかパスモとか交通系 IC カードをここに入れるのがいいかなというところですね。カード入れるとねこんな感じですね。これねあのリップルっていう特殊なカードポケットのね機構してて、こうやって落ちないんですよ。このねこっちとこっちで止めてるから、こう物理的にねこう出ていくっていうことがないので、非常にこれもあの大切なクレジットカードだとかねそういったものを入れておくときにも非常に安心なポイントかなと思います。あとねあの領収書だとかレシートとかそういったものを入れるときにねここ便利ですね。テーマパークとか行ったときにチケット入れたりとかそういったときにも、活用できるフリースペースが設けられています。はい、続いてボタン類見ていきます。ボタン類ねこちら電源ボタンはしっかりくり抜かれています。使いにくいっていうことも特にないですね。こちら音量ボタンとマナースイッチ、ここもしっかりガツッと開いてますね。こちらも使いやすいかなというところです。で、iPhone のカーブですね、こちらライトニングポートウェブもしっかり開いてますね。比較的、大きめに開いてるので、そんなにあのサードパーティー製のライトニングケーブル、使ってもそんな引っかかんないんじゃないかなと思います。はい、あとね、ここに通話用の、口がついてるので、例えばこんな風に閉じて、ここをね、耳に当てて、このまま電話するっていうこともできます。男性だったらちょっとあるあるだと思うんですけど、
こっち側でね普通にこうやって電話して、ここをねあの顔を当てて電話してる時って顔の油とかってここについたりしません？あれねちょっと嫌ですよね。あの僕の場合ね、あの営業中にあの電話したりとかするとここねベッタベタになります。こんな風に拭くんですよ。それって結構スマートじゃないじゃないですか。だからこうね電話かかってきたら、まあ電話出て閉じてここね耳に当てるみたいな、そうするとこのカバーがね汚れを防いでくれるので、そういった点でもすごく使いやすいかなと思います。あとね保護力に関しては、まあ手帳型ケースなのでこうやって閉じてしまえばもうあの基本的にはね傷だとか汚れだとかっていうのはもう完全に防いでくれます。あとカメラレンズ部分も出っ張ったカメラレンズよりもケースの方が高めに設定されているので、こうね置いた時にカメラレンズが触れるっていうこともないから非常にいいですね。あとはスクエア形状、このスクエア形状なんですけども、これね見てわかる通り iPhone よりも外側に素材が来てるんですね。なのでぶつかったとしても、角から落ちたとしても iPhone が触れずにこのケース部分の角張ったところが触れてくれるので、基本的には落としたとしても iPhone に直に衝撃が加わるってことはほぼないと思ってもらっていいかなと思います。だからそういった部分でもこのスクエア型の形状って非常にメリットあるんですよね。まあね素材の質感とかもちろんいいですし、このねカラーリングだとかデザインとか、まあそういった部分も非常にね魅力的だと思うんですけど、意外にこの保護力に関しても万が一落とした時の故障のリスクだとか傷のリスクだとか、そういったものも防いでくれるっていう部分では、やっぱりグラマスのケースっていうのは長年後培ってきたノウハウとか知識だとか、そういったものがねギュッと凝縮されていて、もうかなりハイレベルに仕上がっている手帳型ケースの一つなんじゃないかなと僕は考えてますね。はい、それではグラマスのシュランケンカーフをレビューしてきましたが、いかがでしたでしょうか。高級感のあるデザイン、そして高い保護力、そして手帳型ケースの使い勝手、そのどれもが一級品です。特に僕が言うとすれば、やっぱりこのシュランケンカーフレザーを使用した素材感、触った瞬間に指先から感じる優しさ、温かさ、この質感皆さんにもぜひ味わってほしいですね。もちろんこれだけ高価なのでなかなか手が届きにくいと思いますが、長く大切に使いたいものを選びたいという人にはめちゃくちゃおすすめです。このグラマスのシュランケンカーフレザー iPhone ケースが気になった方は、この動画の概要欄に商品ページのリンクと記事のリンク入れてありますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。ということで、このチャンネルでは今ここにない未来をその手にをコンセプトに、最新ガジェットやスマホアクセサリー、さらに目新しい作家まで幅広く取り扱う、会員登録数40万人を超えるネットショップアップバックストアと、ガジェットを中心にレビューしているウェブメディア ABS マガジンを運営する僕村田が、物の価値を分かりやすく解説しているチャンネルです。日々の生活が豊かになるものがキャッチアップできるようになるので、よかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。